ックルス有料参戦6人タグマッチ30分一本勝負を行います。アウトが大変大変です200番の船木翔一。まずは青コーナー船木翔一、チャンピオン116番のメンツテイオー、そしてふてふてしい表情メンズテイオー、ディクトガー、そして人差し指を高々と掲げましたディック統合。変わって赤コーナー、まずはスペルデルフィン、そしてベテラングランハマダ、そして見せてくれるかザ・グレートサスケ。いや宮本さん、違う緊張感が包まれますね。本当ですね、この道のくプロレスのね、はい、もうこれでもうベストメンバーですよね、まあ、これを全日本女子プロレスのリングでですね見られるとはですね、いや本当に思いもしなかったですね。果たしてこの普段は女たちの戦いが繰り広げられる前場のマットでどんな戦いが展開されるんでしょうか。早くもサスケが登場か赤コーナー。スピードもあります。バックを取る、バックの取り合い、さあ脇を止めるか、あこれをうまく体勢を入れ替えました。逆に足をすくっていく、スピードもあります。左足に体重を乗せていきます船木翔一、それを後ろからグランハマナが捉えていきます。宮本さん、グランハマナももう相当なベテランですよね。あもう大ベテランも、あそして腕しぎ危ない危ないピンチ、かろうじてボトムロープに足が伸びました船木。グランハマナの選手は僕はもう小学生の時ですからね。そうですよね、まあ、大学柔道部にいたんですけどね、新日本に入って、はい、それからまあメキシコへずっと行ってましたね、はい、と、まあ、小さな巨人と言われますけども、まあ、この年でですね、失礼ですけども、これだけ動ける選手もなかなかいないですよ。その浜田に代わってスペルデルフィンが出てまいりました。あデルフィンのあの死体の部分にはあれは全力のマークでしょうか。宮本さん、そうですね、あれね。そうですね、デルフィンのマスクなんですけども、前女とハート型が書いてありまして、ね、そうですね、それで、まあ、その反対側には頑張れと、はい、それで、まあ、その尾っぽのところにはですね、なんかうちらもじゃあみたいなことが書いてありますけどね。はい、この辺りはマスクの下に男女間の性別を超えた熱い友情が存在しています。スペルデルフィンがリング上、船木翔一の足を捉えていく、さあマウントポジション、マウントポジション取った、いいポジションを取りましたスペルデルフィン。赤コーナーに連れていきます、船木が下がっています。さあそして場内から歓声、グレードホスが出てくるツープラトン、はいこの乱れ打ち背中で見舞います。船木が捕まっています、後ろからスリーパー、グランドスリーパーに移る、スピードがあります。左腕を絡めていくグレートサスケ、グラウンドの攻防を挑みました。さあ返していく、まずは牽制とばかり、あそして青コーナーには寄せつけませんグレートサスケ。この辺りはさすがです。ブレンバスターは腰を落としてガードする、パンチを落としておいて青コーナー、金髪のメンズテイオ、あーっとしかし場外乱闘か、グレードサスケが捕まっている、場外の、おっとこれは何メーター飛んだんだ、場外にグレードサスケ捕まっています。メンズテイオが椅子を持っている、メンズテイオが椅子を持っている、あのパイプ椅子の底の部分が抜けてしまいました。なんという破壊力、なんという破壊力、グレードサスケが捕まっています。メンズ対応に捕まっているグレードサスケ。いやいや宮本さん、この道のくの6選手も
もう他人の舞台だとかそんな意味は全くないですね。いやもうまあ、逆に他人の舞台だからこそね、まあ、こうやってですね本当目いっぱいの試合やってくれてるんじゃないですかね。さあこれもうまい見せてくれる。グレートサスケが捕まっている。反撃に出られるのか。エプロンではメンズ対応が捕まえて、そしてリップドロップ膝に落としていきます。ビッグ統合が出てくる。あそしてあこれはサスケは膝を痛めてるんでしょうか。あのこの膝はですね、もう以前から痛めてまして。あそうなんですか。もう来年のですね1月には多分手術をすることになるんですよ。なるほど、はい、それを押しての全場へのこの友情参戦ということになりますが、サスケドラゴンスキル。その痛めてる膝を容赦なく攻め込んでいきます。青コーナー、ここまでは完璧に青コーナーのペース。3人がかりでその痛めている膝を攻め込んでいく。これはなんということだ。ぶら下げておいて、そしてこれは4の字を見舞っていこうというのか。いやいや、もう考えられうる限りの攻撃を尽くしていきます。青コーナー、サスケがピンチを迎えています。もともと抱えている右膝の爆弾、その膝を攻め込まれました。サスケの一人舞台が長い時間この青コーナーの3人に捕まっています。ニークラッシャーから、そしてグラウンド逃しません。そしてイオンの字固め、プロレス界のフルコース。そして首にはこの反則攻撃、レフリーは赤コーナーに気を取られている。レフリーはこの反則攻撃に視界がありません。ディック統合が首を捉えています。サスケの息の根が徐々に徐々に止められていきます。そして足に前半の字、苦しい展開です。サスケサスケは早もう1分でも早く赤コーナーに立ちなきゃいけませんよね。そうですよね、まあ、立ちたいんでしょうけどね。何分青コーナーのこのインサイドバックタッチワークがサスケにそれを許させません。セカンドロープに抱え上げておいて、さあそしてこれは高低差を利用してのニクラッシャー。これはたまらない、これはたまらない。思わず天は置いたサスケ、そしてまた足をロックしていく、悲鳴を上げるサスケ。インデンデスロックの体勢、フロントからのインデンデスロックはスペルデルフィンがカットに入りますが、ようやくほどけた。さあタッチにいけるか、サスケはタッチにいけるか。いや許さない。ディック統合がこの赤コーナータッチが届くか届かないかギリギリの距離でサスケを捕まえています。あまりにも屈辱的。そしてスティフィフ、押して引かれていく。サードロップからあと少し。これはなんとかロープに逃れました。サスケのスタミナが気になります。もう何分一人でこの青コーナーの攻撃を受けてるんでしょうか。メンズ対応のかわした、ようやくタッチ。デルデルフィンが出てきた。さあ今までエプロンで溜めたエネルギーをここでリミットブレイク。スペルデルフィン、赤コーナーようやくここでタッチワークが完成しそうな、そんな感じ。グランハマラが捕まえている。あーっとしかし逆に切って返された。エルボーをかまされます。非常に速い展開のリング上、青コーナーではスペルデルフィンが押して、赤コーナーではグランハマラが反動をつけておいての DDT、 スイング式の DDT。 グラウンドがロープに飛んだ。そしてリングではスペルデルフィンがこれはどう固めていく。いや宮本さん今のは何で技なんでしょうかね。デルフィンクラッシュと言ってましたね。ああいう噂を見せるんですけどね。これはカウント2。
そろそろフィニッシュホールドへ行こうかという感じ。ジャーマンはいやこれは声を出した。この辺りの運動能力がすごいものがあるディクトン王。普通ならば決まってしまいそうなフィニッシュホールドも、この男たちの目の前にはこういったこの切り返しが本当に一流のものがあります。さあ6レースがリング上だ。これは危ない、これは危ないぞ。リング上ではグランハマナとそして船木が戦っているが、リングの下ではその他の4選手が、あー、サスケが伸びています。しかし戦いはリング上、スープレックス投げ伸ばしていく。船木がホールに内戦、浜田は返していく。リング上では1対1、ここは実力と実力の一騎打ち。グラン浜田が返した、両足をすくってそしてセカンドロープに抱え上げます。なだれ式を見舞っていったグラン浜田、髪の毛を掴んでフライでしたが、さあカウント2。気がつけばメンズ帝王がリング上に戻っていました。しかしそのメンズ帝王、グラン浜田がまた捕まえています。あ、これは見切った、右腕のサポーターを直して、あ、これは脇腹だ、脇腹だ、これも決まったか、脇腹だ、いや、ディク統合がカットに入った。さあなるべく相手チームを分断させてそしてフォールを奪いたいところ、見切って前蹴り、それは速い、そしてフォール決まったが、ディクトンカウントは2。一瞬で3カウントが入ります。ハンドをつけておいて、そしてパワーをゆっくりと、ディクトンがコーナーからセカンドロープ、トップロープを狙いますが、サスケが戻ってきた。サスケがそのディクトンを捕まえる。あ、後ろから椅子が飛んできた、後ろから椅子が飛んできた。もうこの後楽園ホール丸ごとリングです。リングの下では さあそしてリング上ではバックロップ、ホールの相手はどうだ、ステルデルフィンが捕まっている。船木が抑え込んでいく。さあ船木が抑え込んでいきます。リングマット上では、ま、ようやく今起き上がったステルデルフィン、そのアッパーカット、カウント3、カウント3を奪った。目まぐるしい展開、最後を抑えたのはステルデルフィン。最後はステルデルフィンが3カウントを奪いました。赤コーナーの3選手が勝利の今アピールをしています。